マイケルソン・モーリーの実験、マイケルソン・モーリーの実験、マイケルソン・モーリーの実験とは、1887年にアルバート・マイケルソンとエドワード・モーリーによって行われた高速に対する地球の速さの比の事情を検出することを目的とした実験である。マイケルソンは、この業績により1907年にノーベル賞を受賞した。 19世紀初頭の物理学の工学理論においては、光の波動が伝播するための媒質として、エーテルが存在すると考えられていた。だが、その肝心のエーテルの存在については、多くの理論的、実験的な試みにもかかわらず、どのような証拠も見つけることができなかった。そのため、物理学者たちは、ある種のエーテルは存在しているにもかかわらず、 どのような実験技術によっても探り出せないものだと信じるようになっていた。ところが、静止したエーテル中の電磁義理論、1864年を作り、光は電磁波であるという説、1871年を立てたジェームズ・クラーク・マックスウェルは、ある時、自身の方程式の数式中に直接的ではないものの、静止エーテル中の地球の運動が適当な、学上の実験で、 探知できるるここととが示されていいに気づいたただし、その方法とは、マックスウェルが、ワシントンの公開年環局に勤務していた、デイビッド・ペックトットに宛てた手紙の中で、と述べているように、光の速さに対する地球の軌道運動の速さの日の事情、すなわちで表される極めて小さい有限の量を、測定するという非常に高い測定精度が必要な、ものであった。 一方、蒸気マックスウェルからの手紙を読む機会を得たトットの同僚でアメリカ海軍士官であったアルバート・マイケルソンはそのマックスウェルの考えた測定実験に興味を抱いた。マイケルソンは光の干渉効果の利点を利用することでこの測定が可能なものであると考え、エドワード・モーリーの協力を得て高い精度でこれを観測することを可能にしたが、その結果は 否定的なものであった地球は太陽の周りを公転しており、その速さはおよそ秒速 30km である。太陽自体も銀河系の中で地球の交転より速く運動しているし、銀河系自体も高速で運動しているが、ここでは太陽と地球の相対的な運動のみに着目する。地球は エーテルの中を動いているのだから地球上の我々から見ればエーテルの風が吹いているはずである。これは水中を歩くと水の抵抗を感じるのと同様である。もちろん地球の運動とエーテルの流れがたまたま一致して無風状態になることもあり得る。しかし地球の位置が変われば、つまり季節が変われば再びエーテルの風が吹くであろう。 エーテルが常に地球と同じ方向に動いているとは考えにくいからである。地球上のどの場所であってもエーテルの風の向きや強さは季節や時刻と共に変化するはずである。光はエーテルに乗って電波するのだから順風の時に速く逆風の時に遅く伝わるはずである。したがって異なる方向や時刻について光の速さを調べることで 地球のエーテルに対する相対運動を知ることができると考えられた。期待された光の速さの変化は最大でも高速に対する地球の高転速度の比、すなわち1万分の1程度であった。19世紀には多くの物理学者たちがこの種の実験を試みた。しかし実験装置の精度が不十分であったために光の速さの微小な変化を捉えることはできなかった。 例えば、フィゾー風光の装置は5%の精度で、光の速さを測ることができたが、エーテルの風を測定するには、不十分であった。マイケルソンは、エーテルの流れを検出するに、十分な精度を得られる、実験方法を考案した。これは、京マイケルソン干渉計と呼ばれる装置である。まず、光源から出た、白色光線は、ハーフミラーを通り、 二つの互いに垂直な光線に分割される。それぞれの光線はしばらく進んだ後に鏡で反射され中央に戻ってくる。そして検出器の上に重ね合わせるとそれぞれの光線が光源を出てから検出器に到達するまでに費やした時間に応じて干渉が起こる。光線が費やした時間がわずかでも変化すると干渉島の位置が動くはずである。もしエーテルの風が 地球の時点にのみ由来するのであれば、風向きは十二時間ごとに反転する。また、一年を通しても、半年ごとに、風向きが変化しなければならない。この風向きの変化は、干渉島の移動として検出されるはずである。これは、川を行く船の例で考えることができよう。船はスクリューにより、時速五十キロメートルの速さを得ることができ、川は時速五キロメートルで流れているとする。 この時、川を横切るように 10km の距離を往復するならば、少し下流に流されることを気にしなければ、0.4時間で帰ってくることができる。しかし、上流から下流 10km の地点までを往復するならば、行きは0.182時間、帰りは0.222時間を要するので、合計で0.404時間かかる。同様に考えて、 エーテルの風に対し垂直に進む光線に比べ、平行に進む光線は往復にわずかばかり長い時間を要する。すなわち、エーテルの風向きによって干渉島が移動するのである。実験は、エーテルの流れが太陽から見て止まっていると仮定し、地球の運動により引き起こされる干渉島の移動の測定を目的として行われた。マイケルソンは1881年に、 いくつかの実験を行った。予想された干渉島の移動が、島の間隔を位置として0.04であったのに対し、検出されたのは最大で0.02であった。しかし、彼の実験装置は試作品であり、実験誤差が大きかったために、エーテルの風について、結論を出すことはできなかった。エーテルの風を測定するためには、さらに高精度な実験を行う必要があった。とはいえ、 この試作品は、実験手法の有効性を示すには十分であった。そして、マイケルソンは、モーリーと共に、改良型の装置を作成し、干渉島の移動を検出するのに、十分な精度を得ることに成功した。彼らの実験では、光は何度も反射されてから検出器に到達するため、光が移動する長さは11メートルに及んだ。このため、 予想される干渉島の移動は0.4であった。検出を容易にするため、この装置は石造りの建物の地下室に配置され、熱や振動の影響は最小に抑えられた。振動を抑えるための工夫として、装置は大理石の巨大なブロックの上に置かれ、そのブロックは水銀のプールに浮かべられた。彼らの計算によれば、振動による影響は、 期待される干渉島ののの移動の100分の1分以下であった。水銀のプールには別の利点もあった。すなわち装置の向きを容易に変えることができたのである。向きを変えながら実験を繰り返すことによりエーテルの風向きを検出することができたのである。これらの緻密な考察と工夫にもかかわらず失敗したことで彼らの実験は有名になった。 エーテルの性質を明らかにすることが目的であったが、ザ・アメリカン・ジャーナル・オブ・サイエンスに掲載されたマイケルソンとモーリーの1887年の論文では、検出された干渉島のズレは期待されたものの40分の1程度であったこと、及びズレは速度の事情に比例することから、測定された風速は地球の高転速度の約6分の1であり、 大きくとも4分の1であると結論された。このような風速が測定されたとはいえ、この値はエーテルの存在の証拠としては小さすぎ、後には実験誤差の範囲であり、実際の風速は例であると考えられるようになった。マイケルソンとオモーリーの1887年の論文の後もさらに工夫を凝らした実験が続けられた。ケネリとイリングワースは鏡に 半波長の段差を設けることで装置内で発生する干渉を軽減した。イリングワースは300分の1、ケネリは1500分の1の干渉島のズレをそれぞれ検出した。ミラーはビラリ現象を防ぐために自生体を用いない装置を作成し、マイケルソンは不変更を用いて熱の影響をさらに小さくした。その他にも外乱を防ぐ様々な工夫がなされた。 モーリーは自らの実験結果に納得せず、デートン・ミラーと共にさらなる実験を行った。ミラーは光線が物距離を移動する巨大な装置をウィルソン山、天文台で建設した。エーテルの風が建物の厚い壁に乱される可能性を懸念し、彼は布で作られた小屋を建てた。彼は装置の角度や構成時によって生じる。 様々な小さなバラつきを一年ごとに測定した。彼の測定ではエーテルの風速は最大デモであると結論された。ミラーはこの風速が地球の光点よりも遅いのはエーテルが地球の光点に引きずられるからであると考えた。後年、ケネリもウィルソン山において実験を行った。その結果、干渉島のズれはミラーによって測定されたものに、 比べて10分の1しか確認されず、また、季節ごとの変動も見られなかった。これに基づくマイケルソンやローレンツらによる議論が1928年に報告され、そこではミラーの実験結果を確認するための追試が必要で、あると結論された。ローレンツは原因は何であれ、実験結果が彼とアインシュタインの特殊相対性理論と矛盾すると考えていた。 この議論にアインシュタインは参加していなかったが、彼は、干渉島のズレは、実験誤差であると考えた。現在に至るまで、ミラーの実験結果の再現には成功していない。今日では、レーザーやメーザーを用いることにより、光線の移動距離をキロメートルの規模にした実験が、行われている。この種の実験を始めていったのは、メーザーの開発者の一人である、チャールズタウンズラである。 彼らの1958年の実験では、考えられるあらゆる実験誤差を含めても、エーテルの風速が以下であることが結論され、1974年には、これがにまで狭められた。1979年のブリエト・ホールの実験では、風速はすべての方向について以下であり、かつ、二次元に限れば以下であると結論された。この実験結果は、干渉を起こす、光の波は、 空気や水のような何かの媒質、光の場合はエーテル中を伝播するべきという当時の理論からは受け入れがたいものであったため、この結果を説明する様々な心理論が検討された。例えば、実験環境の問題、または地球の重力の影響で地球の運動と同じ向きのエーテルの流れが発生してしまっている、などというエーテル引きずり仮説である。 ミラーは実験室の壁や装置自体によりエーテルの風が遮られているのではないかと考えた。もしそうであるならば第一過程と呼ばれる単純なエーテルの理論は誤りであることになる。は、光線の通り道の一方を巨大な鉛ブロックの間に通したものであった。彼の理論によればもしエーテルが重力の影響を受けるならばこの鉛ブロックの存在は 干渉島に影響を与えるはずであった。しかし、結果として干渉島には一切の影響が見られなかった。バルター・リッツの放出理論は、エーテルの存在を仮定せずに実験結果をうまく説明するものであった。この理論は、第二過程と呼ばれることになる。しかし、これは、天文学上の観測事実との間に矛盾を抱えていた。特に、第二過程に基づくならば、 連星が発する光は連星の運動の影響により干渉島のずれを引き起こすはずであるが実際にはそのような現象は観測されていないのである。サニャックの実験は一定の速度で回転するテーブルの上に装置を置くことでなされる。この装置はマイケルソンの実験のものとは少し異なり光の軌道がテーブルに沿って閉じた円を描いているのである。 鏡や検出器がテーブルと一緒に回転することで、右回りの光と左回りの光が異なる長さを進むことになり、リッツの放出理論を直接的に検証することができた。リッツの理論によれば、光源と検出器の相対速度が0、つまりいずれもテーブルと一緒に動くのだから、干渉島のズレは検出されないはずであった。しかし、この場合、干渉島のズレが観測されたのである。 この実験により、放出理論は否定され、このような干渉島のズレは、リングレーザージャイロスコープで用いられている。この問題に対する説明は、ローレンツイコール、フィッツジェラルドの収縮仮説、あるいは長さの収縮と呼ばれる仮説により与えられた。この仮説によれば、すべての物体は、運動のエーテルに対する相対的な向きに沿って、縮むのである。 そのため、エーテルの風により、光の速さが変わっても、ちょうどそれを打ち消すように、長さが変化するので、干渉島のズレは生じないのである。1932年に、マイケルソンイコールモーリーの実験を改良したが、行われた。この実験では、二つの光線が進む距離は等しくなく、一方だけを極端に短くした。この実験では、長さの収縮に伴って予想される。 時間の遅れが正しくなければ、地球の運動は、干渉島に影響を与えるはずであった。しかし、そのような影響は観測されなかった。このことは、特殊相対性理論の根幹をなす、長さの収縮と時間の遅れの二つの仮説が正しい、ことの証拠であると考えられる。エルンストマッハは、実験結果は、エーテル理論に対する反証となっていると主張した。また、 アインシュタインは、ローレンツイコール、フィッツ・ジェラルド収縮を相対性仮説から導出した。すなわち、特殊相対性理論は、エーテルの風を検出できなかった、実験結果を矛盾なく説明しているのである。今日では、特殊相対性理論が、マイケルソンイコールモーリーの実験に対する、解であると考えられているが、当時は、そのような共通理解はなかった。 アインシュタイン自身でさえ1920年頃に空間は物理的な実在性を備えていることから空間が持つ特質そのものをエーテルと呼ぶことができると述べた。この場合、エーテルを普通の意味でいう媒質として考えることはできず運動の概念をエーテルに当てはめることはできない。は、静電気学におけるマイケルソンイコールモーリーの実験と考えてよかろう。また、 1908年に行われたは、ケネギソーンダイクの実験に相当するものだと考えられる。アインシュタインの一般相対性理論の予言のうち、重力波の存在は、長らく相対性理論の検証によって、間接的に観測されたのみであった。このため超高感度の、キロメートル規模の大きさのマイケルソン干渉計を、ファブリー・ペロー干渉計と組み合わされたものが、 直接的に重力波を検出する実験計画において使用された、例えばリーゴやバーゴン。2015年9月に同じ構造の2機のマイケルソン干渉計を持つリーゴによって直接的な観測に成功している。宇宙重力波望遠鏡は NASA と ESA の共同計画で 500km のマイケルソン干渉計算機を宇宙空間に設置するものである。これにより、 極めて低い周波数の重力場をも拾うことができると考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。